どうも、はじめなのでーす。はい、ということで今回ですけども、我々といえば、そう、ゆうさん。まあまあ、ゆうさん、まあまあまあね。マート。いえ、そうか、マート214だ、2010年。違うって、お前、マートンなんて、お前、シャトルランや、シャトルラン。シャトルラン。シャトルラン、俺ら毎年のように何かシャトルランやってるでしょ。でも我々って、どんだけ頑張っても、せいぜい100回とかなんですよね。せいぜい100回行ったら、ね、まあよくやったね、大人の中ではよくやったねとかなんですけど、奥とか行ってみたくないですか？その世界線見てみたくないですか？シャトルランで万とか何千何万何百万みたいな世界線見てみたくないですか？もう世の中で一番速いもの、バイク。もっと速いバイク、川崎バイク。いや、それ BKB ね、 BKB タイヤマルゼンのあれ、これ。いや、そんなめちゃめちゃ遅い。そんなめちゃ取るのに1回か2回しか往復できへんね、お前。それ光ですよ、光。でものぞみの方が速いってのは、あ、それは新幹線だったらね、はい、あの光、こだまが音で、光が光で、それよりも人々の希望を乗せて新幹線だっていうのはありますけども、はい、まあ、人々の希望は一旦ちょっとね、架空のものなんで、はい、光が一番世の中で速いって言われてるので、はい、今回やっていきたい企画、はい、もし光ならシャトルラン何回できるの、おっよっ、おこれまたということでね、まあ、まあ軽い計算企画でございます。これ多分別にそんな大したことじゃないですけど、そんな大したことシャトルランってね、普通今音源見ても多分250ぐらいまでしかなかったんですよ、今見たやつとか、うん、それを実数全体に拡張します。あ、実数全体に拡張します、その音源を。だから、はい、速さがどんどん速くなっていきますよね。あれがもうナノ秒オーダーでもう1回来るみたいなスケールのところまで行ったとしても、光やったらいけるんですよ、はいはい、ってなった時に、光は果たして何回までいけるのかっていうのを今日計算してみようじゃないかという、そういう企画でございます。というわけで、メイキットパスボーイズシャトレーゼ。なんだそれ。はいはい、まずやり方は、プロットしていくよね、はいはいはい、だから、まあ大体50、まあ大体50回ごととかにプロットしていって、はいはい、フィッティングして関数出したくない、フィッティングして関数出して、はいはい、ではそれでまあ高速の時どうなってるかってこと、そういうことだよね、はい、だから高速レベルの、じゃあ僕らのカウントがいかに大事かというところですね。そういうことですね。速さってこと、5秒前3、2、1スタート。はい、 8.84 秒。あー、まあまあ、やっぱじゃあ俺の見積もり当てない、あれですか、何回かやって平均取れたんやつ気づいた、はい。これ調べてる日本人多分世界で俺らだけやった。え、あ、乗ってる、ウィキペディアに最大の247まで乗ってます。あー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 うめえ、どうなって。ちなみに今までの実測値ほぼほぼ合ってますでしょうね。確かにでしょうね。でしょう。まあ、俺らこれでやるか。俺らこれでやるか。俺らこれでやるか。スカイピースが絶対やらなさそうな企画ランキング第一。テオ君の口から、フィッティングしようよ、瞬間。やったら、俺もう、スカイピース嫌いな。感動して、高評価20回ぐらい押すよね。逆に。はい、というわけで、はい、まあいろいろと試行錯誤した結果、君に1時間かかってますからね、これ。結構これサクッと30分で終わるかと思いきや、実はこれなかなか深くて、はい、我々大量のデータをね処理した結果、関数の近似が y イコール、4.1797 かけることの e のマイナス 0.000x 乗という感じでですね。で、これは後半のだいたい400回から1000回ぐらいまでの間の、大体の、曲線みたいになってます。まあ、この関数にまあいろいろと全部代入して今からね計算していきます。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあキムさん、ちょっとじゃあこれで、ね、あの我々の1時間近くの成果が出ますんで、じゃあぜひお願いします。はい、では実行します。実行してください。17,584 回。おー、すごいね。17しかいかんねや。意外と、まあ意外と意外と、17,000東京大阪間も走れてないで、全然大した距離走ってないで、はい、プリキュアとかやったらいけるかもしれないですね。プリキュアとかやったら、プリキュアとかやったらいけるかも、まあ、かも。プリキュアって止めれるかな、光止めれるかなということですけど、やばい、最後どう締めようかな。そうね、なんか特に特に別に特にブーンって。
まあ、ということで、はい、まあ、光もね、意外とこんなもんなので、はい、皆さん、光目指してシャトルラン頑張ってください。それでは今日の動画は終わります。さよなら。さよなら。これ、言っていいですか。はい。僕の計算って25回なんですけど。これ多分、あの秒数で関数によるんかな、結局。いや、だからこれ秒数でプロットしたのがまずくて、時速と回数でプロットすると線形なんですけど、秒数ってあれ半切れじゃないですか。半切れなんて多分うまく線形にならないですけど、時速多分このシャトルランの多分回数自体が時速と回数で多分線形的に使われてるんですよ。かなりこうやって一致してるんで、なんで多分そこで多分プロットしていくと、あの30万回ぐらいの時に大体25億とかぐらいになります。っていうのはちょっとエンディングをちょっと言っておきます。使われないように。25億回このステージにはまだ続きがあった。でもそれで言うと、なんとデータ分析が間違ってるだって。何なんそのエンディング後一件のクレームが、そのデータ間違ってますよ。なんとそのクレーマーの正体は学会とかで犯罪理学部科学科いや、でもスンの指摘はでも正しかったな。さっきの前で間違いない。スンの指摘は正しかった。あれは嘘です。今ね、ちなみにね、本当にあの僕今ちょっとパソコンないんであれですけど、3台のパソコンを動員して、今3台のパソコンが全員がピラ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 プロットしてますよ、みんな。なんか今ここでまず1人、どこやってしました。え、あのな、上の、ええこれエクセル、これ、そしてこちらではまた1人、エクセルでデータをカタカタしている男ありけり。ここのレベルの上昇に対してここの回数の、うん、まあ増加または減少がうまい感じに分かればいいのかなっていう。あの、なるほど、分からん。メートル毎セカンドドゥルー。そして一方こっちもドゥルー。これでこいつはレポートしてました。あれおっとこんな時に、しかし仕方がありません。こいつは今日誕生日なのでしょう。なので仕方ありません。レポートしたい。今日は許してあげましょう。僕許されたらちょっと司会もらいます。深刻すぎ。さあそして一方ガチ本命データプロットの鬼ノラ、元エリート会社員、1日の会社の業務をわずか2時間で終わらせて暇を持て余す男。その業務俺は7時間かかったぜその業務俺7時間かかったぜ。上司に他にすることありませんかと言って煽ってくるというで、エリートパワー逆パワハラで、その時に上司があの子いつも早く帰るよねって言われて嫌になって辞めました有能すぎるがゆえ馴染めなかった男、天才ノラ。クリカさん、衝撃の事実判明しました。何？こいつカッコまでしかプロットできません。オーマイガー。あー、それじゃあお前もしかして脱落あーっとここで歌詞をカッコまでしかプロットできません。読み乗り案件歌詞をここで脱落。いや、それ言いづれそれじゃあ一旦我々の今の進捗を言わせてください。進捗報告ね。進捗を言うと、まずシャトルランというのにはその速度が切り替わる段階レベルというものがありまして、そのレベルというのは60秒を超えた段階でレベルが1個上がる、その速度が上がるということなんですよ。じゃあ1回あたり10秒、だから、いや10秒の速さやとしたら6回で変わるってことになります。はい、はい、そのルール一定に載っております。皆さん、ウィキペディアはいいサイトでした。これからウィキペディア参照しましょう、皆さん。というわけで、ノラ君、今どこまでできてます？今は、高速になるレベルまで。何回速度が変わった時に高速に達するかっていうのを今求めてくれたということですね。はい。じゃあノラ君、そのレベルというのをね、ちょっと教えてもらえますか。はい。レベル21億5999万9984で高速になります。あーってことは60秒の箱がそんだけあるってこと。
そういうこと、そういうことやな。60秒の箱がそんだけあって、そういうことやな。じゃあ最後、今から具体的に何回かっていうのを求めるんですけど、これは、積分で、近似で求めることができます。区分給食みたいなもんよね、これ。そうですね、まあ、だから、だから長方形の短冊を足していくような工程でしょ、多分これ。そうですね。はい、じゃあお願いします。インテグラル1から21億、で 0.422x プラス 6.587 の dx。 お前21億の2乗の計算やってな、それで言うと。というわけで、実際に積分計算しまして、はい、 C の値、この瞬間まで想像の10倍時間かかりました。はい、はい、では、発表します。はい、光がシャトルランをすると約97件9700兆140億回となりまーす。わかりません。わかりません。あの先生わかりませんっていう。それ9じゃん。でもすごいけど、K って単位久しぶり聞いたね。久しぶり久しぶり。9.8×10⁻⁷。あ、じゃあやっぱこけた上だ。テラよりこけた上だ。です。ってことは木下ゆかりやべえわ。なるほど。さすが。